と母くんは牛乳好きですか？好き好き確かに小学校とか中学校の時とかって給食で牛乳が出たと思うんですけど、大人になるとなかなか摂取する機会もないので、皆さんも1日にコップ1杯からでもいいので牛乳を飲むことから始めてみてください。今日はそんな牛乳大好きなひーくんとかーくんが早速牛乳パワーでダンス1曲目を踊ってくれます。センターマークを決めた？よし。今日のセンターマークはね、ピンクのハートのクッションです。それではダンス1曲目準備 OK？ はーい。それではダンス1曲目ミュージックスタート。元気が出たよっていう曲だったのね。なるほど、そういうポーズだったんですね。はい。